ちょっとパソコンの調子が悪かったんで CMOS をリセットしたんですけど、ちょっと状況がですね改善しなくて、でドラゴン MSI のなんか BIOS のなんかアップデートみたいなやってたんですよ、このフラッシュメモリで挿して、で画面にこうやってね、なんかはいはいはいとかクリックしてくるじゃないですか。そしたらですね、途中でね、いきなり電源がこうブツって切れて、もうね、なんかね、息してないの、助けて誰か、俺のパソコンが死んじゃった、息してないの、蘇って。ブラガブ、はい、はい、ヨダラボラさんこんばんは。バカやん、バカやんバカじゃねえよ、俺賢いつもりだったんだよ。配信見ながらだけど見れないけど復旧頑張れ、あ、頑張ります。 PC 壊れましたね。ちょっとなんか間違えて配信開始ボタン押しちゃって、もう晩飯さ、俺ここに用意してんだよ、俺これ岐阜のお土産のケイちゃん、岐阜のお土産のケイちゃん用意してるんだけど、これ食ってから配信しようかなと思ったら間違えて配信開始ボタン押しちゃったんで、はい、こんな感じになりました。はい、もちげさんどうもこんばんは。ホビージャパンの呪いや、いや俺関係ないでしょ、ナイチンゲールもホビージャパンも全然関係ない。今現在は電源ケーブルつなげても全然もうビクともしないです。ファンすら回らないです。通電がしないような状況です。それ治る、それ。いや、はい、ちょっとパソコンにぶっかかりそうで怖いんですけど、いただきますビール。これどうやって配信してんの、このカメラ。いや、これスマートフォンで配信してます。裸の PC はエッチ、どこがじゃ、どこがドエッチじゃ、全然興奮せんが、止まるんじゃねえぞ、もう止まったわ、俺のパソコンはもう止まったわ。めちゃくちゃうまい、これ日本の名産郷土料理でケイちゃんっていうのがあるんですけど、電源が死んでる可能性、いや、だからバイオスの更新中にいきなりバンっていったんで、いやだから店員とも話したよ、長島の店員と。電源ですかねって言ったら、いや電源は容量足りてる、まあ一応足りてるっちゃ足りてるんで、そうですね、私ならまずは買い替えますね、こちら買ってくださいって言われて買ってきたんですよ。高岡の長島かな、そうですね、高岡の長島ですねあそこですね、あの長島若干高いんだけど店員の対応がいいんで。いや本当はね、私の地元だったらドスパラが一番いいんですよ、安いんですけど、ドスパラの店員マジで態度悪いんででいつも長島行くんですよ。PC の修理かと思ったら飯食ってて、さ、違うの。俺マジね、飯食ってからパソコンの、じゃないや、配信やろうと思ってたんですよ。本当に。じゃあ、開封してきます。これ Z506 だっけ?なんかそんな感じの名前のやつですね。第10世代の i5 を自分で組んだんですよ。P を変えようかなと思って i5、i7 に変えたら第11世代の。そうしたらもうマザーボードが対応してなくて、で、BIOS 更新したらいけるんじゃねみたいなこと店員に言われたんで、じゃあやるかっつったらもう、BIOS 更新中にもぶっ壊れたっていう。プラグの食人配信来たけど、なんでパソコン直してるん?ぶっ壊れたからって書いてあるじゃん。線抜き始めるまで1時間くらいかかりますと。いや、こんばんは、静電気あるから抜きましょう。いや、もう手汗ぐっしょりよ、これ。犯人はインコ。いや、そんなことしない。ガブさん、パソコンはエロくないっすね。それそうだろう、パソコンがエロいってどういうこと ?560 で10世代だと CPU 側の、何それ ?NVMe って何ですか、まず。何 ?M2 つける。何 ?M2 って何?エヴァの爆弾?お、マジ ?N2 地雷みたいな。お、まあ、その程度のレベルだから、ほんと。で、全然わかんないの、パソコンのこと。はい、まず分解していきます。はい、何超高速 SSD のことよ、M2。何そんなのあんの?初知り。俺、マジそれぐらいのレベル。はい、じゃあ、グラフィックボードから外していきまーす。ちょっとマジ、これ、マジ、まず分解することになるとは思ってなかったもんね、俺。これここら辺もなんかガチってやるんだな。はい、これグラフィックボードでございます。GeForce の RTX 3060Ti だったかな。まあそこそこいいやつ積んでます。一応ね、配信者なんでね、これ積まないとマジエンコードっていうか、まともに動画のやつ動かないんで。はい、それからこれまず何やればいいんですか。ここら辺のケーブル類全部抜けばいいんですかね。ここ抜けばいいんですかね、この辺りのやつ。とりあえず移植してきますね。移植、邪魔するぜ団長。最高級品だ。手持ちの扇風機で、扇風機って何ぞ扇風機って。あ、転売屋のことなんか今どうでもいいんだよ。俺のパソコンのこと心配してくれよ、お前ら。ちょっとどう、マジ。ちょっとこれ外れない。外れないんだが、これ、主電源のやつ。ちょっとマジ、SSD から抜くか。うちのパソコン LED でキラキラです。なんかそうやってさ、すぐキラキラさせたがるよね。気持ちはわかるけど。で、これ外します。これなんかよくわかんないけど、いっぱい外します。外します。これも外します。これなんだろう。これ何?これ何のケーブル、まず。ファンのケーブル?ちょっとよくわかんない。
サタはわかる。これは何？これ何？サタ？サタじゃない。USB 3.0、USB 3.0、OK。ぶち、よくわからんのに外すから、フロントファンでは、あ、なるほど。お前ら詳しいな、よくわかるな。おめえら詳しいな、俺さっぱりわかんねえぞ。これあれ、これあの、ビープスピーカーですね。これなんか昨日買ったばっかりなんですけど、クイズかな？電源ケーブル抜いてます？抜いてるよ、そりゃ。俺そこまで素人じゃねえよ。正気の沙汰出ない。何がちょっと俺普通に分解してるだけだけど。なるほど。こんばんは、カブさん。主戦闘スタイル最高です。いつも見てます。ありがとうございます。あのね、だから、なんかね、お金稼いでるように見えて、こういう、なんていうの？不意のさ、パソコンがぶっ壊れたりとかしてるんで、結構、なんていうの？赤字が出てたりとかするんですよ、月によっては。どうやって外しちゃいのこれ。外れないんだが、うん、外れちょっとこのファン君がね、ちょっと邪魔くさいんで、ちょっと一回外しましょう、このファン君が。はい、こっからで、これは多分 CPU のね、なんか電源ユニットだったような気がするんだよね。で、これ CPU の電源ユニット、はい外しました。で、残りが CPU ファンね、 CPU ファン、後はめ加工しないから、後はめ加工つまみ部分があるはずなんだけど、つまみ部分どこぞ。これ何？ダメ、全然取れん。ちょっとマジ、あの、ほんと取れない。ちょっとパーツオープナー使います。これちょっとコメント俺今全然読める状況じゃないから、本当にいかん。パーツオープナーが役に立たない。あ、外れた。やった、外れた。オッケー。パーツオープナー神じゃん。ネジなくすフラグ立ちますね。いやー、もうねえ、本当にプラモデルのパーツは俺なくさないんだけど、基本。マジかよ。乾燥ブースお掃除壊れそう、やめろ。こんばんはやってみる価値ありますぜ爪わかんないなら破壊しちゃいなよ。ブレード1で切ったらいいんじゃないか。ダメでしょ、メモリ先に外した方が。メモリ先じゃないの、わかりました。じゃあメモリ外します。 DDR4 でじゃない、これ DDR4 の2666ですね。これ 1種類は2666。これ確か1枚 8GB とかだったと思うんですけども。メモリ1枚ずつ試してみるか。何そのメモリパーツ。わからん。ガイアメモリ。タブー。相性ってまず何っていう感じだよ。本当に。同説900人。何？お前らさ、俺プラモデル作ってる人間だけど、プラモデル作ってない時も、何、900人も集まるの俺の配信。神かよ、ありがとうよお前ら。でも俺がさ、パソコンをさ、こうやって分解してるだけの配信面白い、見てて。29歳のおっさんがさ、なんかグダグダさ、独り言喋りながらパソコン分解する配信面白いの？相性問題は、そんなにない。プラモより面白い。大物 YouTuber じゃん。中井戸効果。中井戸さんのところで垂れ込みしてする前まで、普通に俺1000人いてたから、同説。面白い。むっちゃ面白い。ありがとうございます。人の不幸だからだよ。そうか、君たちは、そうか。で、あの、ちょっと今ね、ほんとパソコン壊れてて、これ iPhone なんですよ。iPhone の配信なんですよ。で、あの、コメントビューも、予備の iPhone で見てるんで、ちょっとね、ほんとコメント全然読めないんで、そこら辺覚悟してください。おし、これならみんなのコメント読みながらパソコンを分解できるわ。はい、じゃあこれでいくか。どうせ1000人いってんじゃん。何、俺プラモデル作っててもパソコン分解してもどうせ1000人いくってこと何やってもいいってこと何やっても許される男。こんばんは。はい、どうも。クレハリソン、いつかさん、こんばんは。パーツ外します。はい、まず外します。よし、あれ、なんか引っかかってるぞ。これなんか引っかかってるぞ。ちょちょうどいいのあった。 ATAT の説明書使います。 ATAT の説明書使うわこれで OK だろ、これで。なんでそれがある。いや、それはプラモデル作ってるからだよ。みんな忘れてるみたいだけど、プラモデルのね、あれだから、私プラモデル系配信者だからね。ガジェット系じゃないですよこれ。俺のこと知らずに配信見てるかもしれないですけど、ゲーム配信者でもなければガジェット系配信者でもないんで。私 CPU 役割まだですか。あ、つけすぎグリス。いつもさ、ちょっとどれくらいつけていいかわかんないんで、ベトベトにつけてるんですけども。ビプラピカピカ、塗りすぎだろ、わかった。ちょ、あ、そんくらい、それぐらいでいい。そこまで多くないかな、それぐらいがいい。データ、もうコメントで若干ちょっと、あの、意見が割れるパターンのやつ、あるよね、そういうの、いいんじゃないの。こんばんは、はい、どうもこんばんは、長野力也さん。今日パチ組ですか。パチ組、そうです。パチ組してます。ニッパー使わずにパチ組みしてます。はい、これ開けます。グリース舐めてみよう。なんで舐めなきゃいけないんですか。
1万円スパチャしてくれるなら考えてもいい。 i7 だから、第11世代の i7 の117000K だから、クソ高いやつだから。本当にこれもういい CPU ファンつけちゃって、後からの方が楽。ちょっとそこら辺、ちょっと俺ちょっとあんまりパソコン詳しくないんで、私パソコンマジし素人なの。グリスは塗り直します。いや、この間塗ったばっかりだから、ほんと1週間前に塗ったばっかりだよ。やり直さないとダメ。なんでやり直す。ちょっと教えてくれ。これマジ3日前ぐらいに CPU 変えたんですよ俺。サフ吹かねえよ。メモリからいいよ。グリス塗り直さなくていい。工具なんか車とかバイクの整備用のなんか蛇腹状のチューブに入ってる汎用グリスならあるけど、いいから塗り直せ。はい、グリス持ってきました。グリス、はい、これがグリスです。これが私が唯一持ってる。あるんかいじゃないの、これパソコン用のグリスじゃないから。 PC 行ったんです。はい、アクトさんこんばんは。そう、行っちゃったんですよ。パソコン用のグリスじゃないからね、これだって見りゃわかるけど、パソコンのグリスじゃなくて、これ本当色違うでしょこれこれ完全にベアリングとかに塗るようなグリスだからね。これしかないの俺。やめてやれだってお前らがさ、グリス塗り直せってうるさいもんでさ、じゃあこれグリスいいからグリス塗れとか言うもんで俺持ってきたんだけど、これしかないのよ明らかにこれパソコンに使っちゃいけないやつでしょ却下です。そのままで、それはあかん。飽きまへん。やめた方が。わかりました。じゃあ、CPU をね、CPU じゃ、メモリをつけていきます。はい。はみ出したやつ真ん中に寄せないと。ああ、なるほど。それはね、わかる。確かに。それはね、俺理解できるわ。じゃあ、あのね、はみ出してるんで、真ん中に寄せていきます。これね。これでいいのかな？なんかちょっと違くない？なんかちょっと俺が思ってるイメージと若干違うんだけど、これでいいの？上積みみたいな、これマジパテじゃん見た目。ちょっと待って、あのね、ふざけ始めたコメントが入ってきたんで、これね、俺情弱なんで、俺パソコンマジで詳しくないから騙される確率がある。結局結構スペック上がってきちゃったんですよ。本当はミドルスペックでいいんですけど、やっぱね、 4K60fps だと更新、エンコードするときにすごい大変なんですよ。4000倍までヤスりましょう。これはこれで楽しい。冗談抜きだとヤスりがけしてる人マジでいるんやで。そんなやつおるか。1100人超えたお前ら、何プラモ作ってるよりパソコン組んでる方がいいのか俺が。私プラモデル系の配信者ですよ。こう見えてもパソコン組んでるからって来てる人いるよね、半分ぐらい。わかるから、それぐらい。はい、うんうん、おい、いるだろこの中に。パソコンの配信が見たくてプラカブチャンネルが何なのかわかんないけど来てる人間いるだろ。ラム16名言きた。ある意味プラモデルパチ組配信、塗装しやすいようにダボ切りしなきゃ。しないよ。吉田製作所プラカブ支店、吉田製作所じゃないから。説明書に書いてあります。なんだよもう、そうやってさすぐ説明書に誘導する。じゃあ分かった、説明書見るわ。これ何、今更ちょっとさ、今時 CD-ROM とか入れられても対応できないんだが。ドライバー CD、 DVD のドライバーないもん。だっていらないかなと思って、今更渡されても困るわ。ちょっとそういうことするよね。そう、あ、CPU 側からペン4、OKOK。ここね、じゃあこことここに刺せばいいのね。わかりました。了解です。ありがとうございます。マザボの説明書読んで、説明書読みたくないからあなたたちに聞いてるんでしょ俺マジ、説明書読まない派の人間だからもう。破壊王子プラガブ、違う。俺は何にもやってねえ。BIOS の更新して壊れる方が悪いんだよ。汚いスネ毛が映ってます。やかましいわ。このマザーボード、今もう使わないんだけど、Z490 だったかな。ちょっと前の型番のやつなんですけど、このピラピラ何ですか？このピラピラ。剥がした方がいいのかなってずっと頑張ってやってたんですけど、全然剥がれないんで、剥がさない方がいいのかなと思って放置してました。誰か正体教えてください。そこには M2SSD が入るところ。あ、へえ、そうなんだ。こういうコメントだよ、皆さん。こういうコメント。あ、じゃあ何？これは M2 させないってこと？ M2 爆雷だか地雷だか、エヴァで使うやつ。あれ無理ってやつ？あ、で、CPU ソケットから2番目と4番目にメモリを挿して、CPU メモリから2番目、このグレーの部分ね、つまり、ここのグレーの部分と、ここの、ここね、ここに挿せばいいのね。OK、わかりました。OK、任せろ。任せろ。もう、がっつりこれやってるぞ。挿します、挿します。刺すぞ逆さに挿してみよう。やだ。よし。行ったか？大丈夫か？で、次、CPU クーラーもつけていいよね。
うん、反対させない、そう、反対させないから、そうやってさ、にわかがそうやって俺のこと尋問してくるんだよ。ね、口で夫婦しなさい。絶対そんなんさ、ありえないじゃん。俺そこま、俺さ、確かに素人って言ったよ。素人って言ったけど、そこまで素人じゃないから。ただ、CPU のグリスはこれ使っちゃいけないっていうことぐらい分かってる。これはあの工業用のグリスだから使っちゃいけないっていうのは分かってる。それぐらい分かってるから。え、で、これをバチバチってやるんでしょ、これ。怪しい音した今。やばい、ピンが折れてる。やばい、ピンが折れてる。ちょっと待った。これやばいのでは？ひょっとしてこれはやばいのでは？え、これ、あ、オッケーオッケーオッケー。まだ参る。これ、オッケー。ちょっと若干ピン曲がってますけど、まあ、これ多分大丈夫でしょう。多分大丈夫。まだ参る。大丈夫。そんなね、まだ焦るような時間じゃない。本当に。まだ全然そんな焦るような時間じゃないから。つかん。ちょっと。お、やばい、曲がってる。やばい、ちょっと曲がってる。やばい。ちょっとなんか俺ね、 CPU クーラーが一番つけるの苦手なんですよ。ついたんじゃないでしょうか。どうチェックしてこれ、みんな OK ざわ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 。え、このクーラーだと CPU 冷え切らなくて壊れるから注意だね。本当に？あー、ちょっとこれだと怪しい。いや、よくわからんけど OK。 みんなよしって言ってるからよし。僕もよし。みんながよしって言ってるからよし。いや、大変だったな、ここまで来るの。11世代なら240くらいの簡易水冷は欲しいね。マジで？あー、欲しい？俺最初さ、第11世代のリテールクーラーでいいかなと思って、あのリテールクーラーってあのおまけでついてくるようなちっちゃいやつでいいかなと思って、もうそれでいいっすかねって一応店員に聞いてみたの。そしたら、絶対ダメみたいな感じで、なんか首めっちゃ勢いで、もうブン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 みたいな振られて。で、ちょうどいいのがなかったから、まあ、これ今在庫これしかないんすけど、まあ、これでも冷えないことはないですけど、まあ、ちょっと心配っすね。みたいな。まあ、これで冷えなかったらちょっともっとでかいやつ買ってくださいみたいな。これダメです。ダメ？リテールだと燃えると。じゃあこれどう？これ。なんかこのサイズのやつちょっと怪しい？それはダメ。白虎2という、これ白虎2ですね。白虎2っていう CPU クーラーですね。おい誰か地震に来。おい、1200人。俺さ、マジでさ、生配信1年半やってきてますけど、週1で、ちょっと今日が一番多いんです。プラモデルパチ組みしてるよりもパソコンパチ組みした方が人集まるってどういうこと？白虎はあかん。なるほど。ちょっと意識高い系の人からすると、これはダメっていうことですね。なるほどですね。白虎はリテールと大差ないでしょ。いや、リテールより冷えるでしょ、多分。え、じゃあ何？これを何にすればいいの？じゃあ、逆に。パカフィ、何それ？パシフィック360みたいな、無限。アサシン3、ドライアイス。ドライアイスってそれネタ系？マジで言ってんのそれ。5000円くらいの小鉄一択じゃ。なるほど。サーマルスロットリングで性能落ちるだけで、まずなんだよサーマルスロットリングって。マジわかんねえよ、かっこいい名前出してもさ。俺マジにわかでわかんないよ。デュークの水冷使って冷やそうぜ。デュークが冷えなくなっちゃうでしょ、まず。てか使えないでしょ。冷えピタが安くていいぞ。冷えピタでパソコン動かすやついたら逆に見てみたいですね、それ。ハッカー油なんかやってどうすんだよ、お前。絶対嘘だろ。適当なこと言うんじゃねえぞ、お前。お前ら、俺の配信人生がかかってんだぞ、ここに。今、ベルチェ菓子とか、ベルチェ元子ってなんだ、少佐かそれ。だから誰だよ、ベルチェ元子って。いいですか？あなたたちより全然詳しくないんですよ、私。素人なんですよ。普段プラモデル作ってる配信者ですからね。ガジェット系配信者じゃないんですよ。確かに少佐っぽいけども。元子やめえや。素子だ。素子ってなんだよ、だから。ベルチェ素子ってなんで余計わかんねえよ。元子じゃねえのかよ。斎藤、そいつをよこせ。ちょっと待った、これなんか違くねえか、これ。違くねえか？あずきば刺しとけば大丈夫。あずきば刺してなんとかなるかよ、お前。それ適当なこと言うんじゃねえよ。そこまで素人じゃねえよ。で、ベルチェ元子はマニアックなところだから気にしなくていいよ。だからなんでベルチェ元子って誰だよ。少佐しか知らねえよ、俺。マトさん、ケース横にして倒してからマザーを入れて。わかった。じゃあケース横にしてマザー入れます。ちょ、全然つかないのは電源かもしれないね。電源、そうかもしれないんだけど、あの店員がね、AO 長島の店員が、いや、多分それ、あの、バイオスの更新中に、
バチってなったのなら、おそらくなんですけど、マザーが原因だと思いますって言ってたんで、じゃあちょっとそれ信じてたんですよ。で、店員の言われるがままに、マザーボードを買ったんですよ、新しく。で、バイオスの更新失敗したんか、最初、なんだっけね、ドラゴンセンターとかいうアプリダウンロードして、で、アプリ上で、パソコン起動しながらバイオス更新したんですよ。で、それ、バイオス更新してる最中、こう、シークバーがね、こうね、更新中みたいにズイーンってなるじゃないですか。で、ちょっと時間かかって暇だったんで、YouTube で、ひろゆきの、切り抜き見ながら、更新してたんですよ、バイオス。まあ、そしたら、ひろゆきがいきなり、でもそれって、こういうデータがあって、だから、たた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 たみたいな感じになって、顔がグニャーンってなんか曲がり始めて、うわ、怖っみたいな。バイオスの更新の最中にひろゆきがなんか表現しちゃったんですよ。で、あ、やば、怖いな、ひろゆきと思って。で、バイオスの更新無事に終わって、で、ひろゆきも元に戻ったんですけど、一応起動はしたんですよ、起動は。うん、起動して、どうだったっけかな。まずメモリが 25GB から 16GB になんか減っちゃって、で、その後なんか電源を切ろうとしても、画面は真っ暗になるんだけど、ファンと LED がもうずっと動き続けてるみたいな。全然電源落ちないみたいな。で、ツイッターでは私もうずっとパソコン壊れちゃった、助けてって連投してたじゃないですか。で、そしたらですね、なんか CMOS をクリアしろとか言われて、なんだよ CMOS ってコスモス系と思ったんですけど、一応一から調べてですね、まあよくわかんないんですけど、とりあえずこれボタン電池、ここら辺のボタン電池バキって抜いて、で、まあ、CMOS クリアってのをやってみたんですけど、直らなかったんですよ、それで。で、BIOS の設定画面とかいろいろ開いたんですけど、BIOS の画面さ、日本語の選択肢も全部アメリカ語で書いてあるの。全部英語。俺読めないじゃん。だから適当になんかカチャ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 やってたら、なんか CPU のファンがなんかいきなり常に全力で回るようになっちゃって、ちょっとひろゆきの呪い、ひろゆきの、コメントが全然、すごいプラモ配信だけど1000人超えてる。今もう1300人、かつてないほど人がいる。信じられない。プラモ配信者なのにプラモデル作ってる時よりパソコン組んでる時の方が人が集まるっていうのが意味わかんないんですけども、アメリカ語、うん、邪神かな、いや、アメリカ詳しくない。バイオス更新と OS の更新は切るのが基本。え、そうなの。だからひろゆきの生配信の切り抜き見ながらバイオス更新しちゃダメなんだなっていうのは俺もう学んだから。そこはちょっと待った。ホームボタンのロックが解除できない。みんなのコメントが読めない。あ、OK、やめた、やめた。パスコード配信で草生配信で自分のスマホのパスコード晒すやつ。でもこれは何度も言うけど、俺使ってる本体このスマホだから、だからノーダメージ。スマホを叩くなや。叩かないで、いって。一般マザーボード固定用の柱は 6個から10個。いや、めんどくさい。マザーボード固定するの5本でやってるんですよ。それまずい、ひょっとして。あれ僕何かやっちゃいました。いや、ナイスパ。マザーボード歪むよ。あ、そうなの。あ、振動防止、わかりました。ちょっとあれ、ないんでちょっと。まあ、仕方ないんで、このままで行きましょう。うん。このままで行こう。うん。それよりもちょっと電源ね、ケーブル繋いでいこうや。うん。この CPU の電源ちょっとあるじゃないですか、ここね。CPU のさ、あるじゃん、この6ピンのやつ。これさ、俺いつもさ、この4ピン刺してなかったんだけど、この6ピンしか刺してなかったの。この4ピンって、刺さなきゃダメ？刺しておいた方がいい。ダメ？あるなら刺さないとダメ。飽きまへん？ん？ちょっと待って、ダメってどっち？もちろん。え？刺さないと不具合出る。どっちだ？みんなが吉田製作所見てるってよ。吉田製作所ではないんだけど。刺せ、絶対に刺して。マザボの説明書見てくれ、メンス。わかった。Z590 の説明書でございます。ユーザーマニュアル。いやー、もうちょっと俺マジ活字も読みたくないんだが、CPU を取り付け、電源ハイブコネクタ。これちょっと何？もうマジちょっと3行以上の文字読めないんだけど。i7 の11700K は刺した方がいいんですかね？普通4ピンもさ、刺せってこと。オッケー、わかった。じゃあ刺すわ。いや、ちょっと待って、これ。いや、で、8と8なんだが？これ4と、ちょっとわかんないよね。ごめんね。4と8なんだよ、これ。で、これ8と8しかないんだが？素人が組むんじゃねえよ。で、仕方ねえから壊れちまったんだからよ。俺だってこんな、割るんだよ。割る？これを割るの？どうやって？これ。何？半分にパコって割るの？何これ、パピコみたいに割れるんけ、これ。分かれる？分かれないじゃねえか。全然分かれないじゃん、これ。いや、分からないよ。もう完璧に分かった。もう簡単、完璧に分かったわ。もうほんと今理解した。すべてを理解した。この世のすべてを理解した。ああ！ 4 ピン4ピンで8ピンになってるので、割れば4ピンになる。分かった。宇宙ですべてを理解したプラカブ。ちょっとさせない。ちょっと誰か明かりつけてよ。お前らちょっとコメント打つだけじゃなくてさ、もうライト持ったりとかしてくれ、手伝ってくれよ。ああ、もう、イライラする。陰形が苛立つ。と、先に刺せばいいのに、見せろゴリラバー、明かりつけたよ。ありがとうございます。ピカー、喘ぎ声、童貞かよ、喘ぐな。
サセタン草、知る男、声がエロい、磁力があるものは近づけない方がいいぞ。こんなプラモデルより簡単、パソコンなんてプラモデルより簡単なんだよ、こんなのは。もう適当にピアノピアノピアよ、もうほんと。誰が素人童貞だって言ってねえよ、そんなこと。いや、あとね、ここら辺の細かいやつ、ちょっとどれがどれだかちょっとよくわかんないんですけど、みんなに教えてもらいながら組みたいと思います。ここにコメント、動画のコメント読めるように、ここ置くから。マザボ洗いましたか？洗う必要あるんですか？ちょっと。そこまで私騙されない、情弱じゃないですよ、そんな。いつになったら粉砕するんですか？しませんね。これ高いからね。これ何？これ、この青いやつだ、誰？これ。誰？うん、グラボの電源がさ、グラボ、そうね、グラボじゃね？グラボって、グラボね？オッケーオッケー。で、これ何？これ SATA じゃなくて USB ちゃん？ USB ちゃんですか？これは。これが USB ちゃんですか？じゃあこれは刺します。わかるやつから刺していくタイプ。で、これは、これ何？やべえ、もう何もかもが分からなくなってきた。何もかもが分からん。まずサタどこ？サタあったわ、普通に。まず分解する前に写真撮っておくのが楽だよ。遅い、もう何もかもが遅かった。手遅れ。HD オーディオ。USB。口から黒い煙を吐く。電源ボタン。バンダイのパソコン直して。はい、風呂入ろう。はい、すね毛が濃い。うるせえな。これと、こいつらか。こいつらか。こいつらをつければいいと。そういうことだな。ハードドライブアクティビティ LED って何ですか？何？ハードドライブアクティビティ LED ってこれのことでいいんですか？これ。これ、次これね。これパワー SW、パワースターウォーズ。パワースターウォーズは、パワースイッチ。パワースイッチのことはパワースターウォーズって。頑張れ頑張れ。この力技パソコン壊れそう。日本語で OK。右上がスピーカー。しっかり宣伝する。北海道連出せ。出ない。そこは泣くとこ。1200人がガブカンの陰形に苛立ってるのを見回ってるくさ。HD オーディオってどういうこと？HD オーディオ。ケースのイヤホンジャック。なるほど。フロントオーディオってやつかな？ 10 番。それだ。オッケー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 。で、USB 君がさっき迷子になってたはずだから、USB 君。USB 君。あれ？ USB 君どこ？ USB 君どっか行っちゃったよ。おい。マジかよ。まあ、SSD なんですけど、まあ、計ね、2本入ってるんで、私のパソコン。ちょっと待って。SATA入れるとこ4つもあんの？そんな迷っちゃうじゃん。どこに入れようか。ね、じゃあ、SATA1 から0か1でいい？え？いや、だ、2345ってここに書いてあるんだけど、何これ？ 23… あ、これか！これのこと？ 1 と0って。両方行けばいい？両方？え？おい、ちょっと待って、なんだこの SATA！ おい！待って、なんだこれ！ただのケーブルじゃねえかよ！どこにも刺さってねえじゃねえかよ！なんだこれ！なんだこれ！何これ！ちょっと、こっからピロンって出てるから SSD に繋がってんのかなと思ったら、お前、両方どこにも繋がってんじゃねえかよ。おい、誰だよ、こんなの入れたの。ふざけんなよ。もう一本どこ行ったの？おい、ちょっと待って、意味わかんない。これ何これ、ちょっとよくわかんないのが出てきた。ちょっと、ほんと意味不明なんだけど。ね、ちょっと誰か教えて、これ、誰こいつ。俺知らないんだけど、こんなやつ。マザボにSATA2本刺さってれば OK やな。青と黒のケーブル刺さってますね。じゃ、これじゃ大丈夫じゃないこれ。眠たくなってきた。俺だって眠てえよ。寝ないの。俺寝るよ、俺も。11時になっちゃうよ。てか、俺飯すら食ってないからね、まともに。君たちは飯食って、で、風呂入って、なんか散るってるところ申し訳ないんですけど、俺も飯食ってないから、まともに。ああ、うまいわ。ここね、今なんか1300人以上いますけどね。プラモデル配信ですからね、これ一応。今からケーブルをつけます。ハイライトですよ、皆さん。ちょっとケーブルを挿しますんで、ちょっとお待ちくださいね。これかな。まずデジタル端子つけます。これよくわかんないけど、何の、USB かわかんないけど、これ挿します。これ HDMI ね。HDMI ケーブルをここに挿しますと。いいですか、皆さん。モニターだけでいいだろう。嫌だよ。もうこれで俺完璧だから。通電しますよ。通電いきます。通電してる？これオン。ちょっとこれさオン。これ丸オンオン。これオフオフ。行くぞお前ら。画面に映るかどうかだから行くよ。行くぞ。頼む、ついてくれ。ざわざわせせ、頼む、ついてくれ。1400人ってくさ。頼む。おい、なんだよこれ。おい、なんだよ、赤いランプ。俺見たことないぞ、こんなの。は？何？誰か説明してくれよ。なんだよこの赤いランプ。おい、
頼む。あは？何？え？あ、何？あ、何？何これ？何？ギガバイト、ギガバイトインストールウルトラドゥラブル。な、は？何？ウルトラドゥラブルって何？頼む。起動してくれ、頼む。俺これつかなかったらマジやべえんだよ、頼む。いや、まだついてないよ、これ。何？何デバイス準備してますって、どういうこと？いや、早くついてよ。初期は考え中？調校してるの？麻雀じゃないんだが。初回だけ OK。慌てんな、大丈夫、いい感じ。あ、本当やった、よっしゃ、やりました、皆さんありがとうございます。やった、ついた、やったよ、みんな、パソコンがついたよ、パソコンがついたよ、ありがとう、ありがとうございます。こんなに幸せなことはない、ありがとう、みんなありがとうございます。いやー、よかった、つお疲れ様でした、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。プラガブだと知らずに来た人もいっぱいいると思うんですけども、はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。